バチコイ心理学。こんにちは、心理学オタクの今野です。さあ行ってみましょう。今日のバチコイ心理学は卒業論文編ということで、ナイスねっていうね、大体の大学生はこの名前を聞いただけで恐れおののくだろうというテーマについて紹介していきたいと思います。っていうのはですね、そもそも何よそれっていうのもありますし、まあ多くの人が何だろう、まあ卒業するために必要だからまあとりあえずやるんだけど、よくは分かんないみたいな、そんな感じだと思うんですよね。です、なんかわけわかんないでまあまあなんかやる嫌じゃないですか、なんかどう連れてかれるみたいな話なので、ちょっと考えてみようかなと思います。はい。で、まあそもそも卒業に必要ないっていう人もいるし、まあ、それからまあ高校生とか大学行ったらやっぱりそういうのやってみたいっていう人もいると思うので、まあ簡単に私の経験も踏まえて話したいと思います。バチコイ心理学。その卒論ってそもそもどういう位置づけかっていうと、あの大学多くのが4年生ですよね。そうするとこう1,2,3,4 ってこう、まあ、学年が上がってくるにつれてやる内容がこう専門的になってくるんですよね。まあ、私の場合は心理学オタクですからね、だんだん心理学っぽい話があって、1年生の時は何ていうのかな、あの一般教養とか、うん、そのなんだろう、語学、外国語とか、まあ、そういうのがあって、まあ、あんまり専門的じゃない、高校では習わなかったけど、うん、知っといた方がいいよみたいな話があって、で2年生になったらまあちょっと専門的な科目が増えてきてっていう感じなんですよね。で大体3年生からこうゼミに配属されて4年生作るっていうところが多いんですけれど、これ何かっていうと、こう3年間でやってきたものを4年目で腕試しするぞっていう感じだと思ってください。でいろいろまあ知識があって、でその次にこうちょっと専門的な知識を身につけて、スキルとか演習とかをやって、よし最後にじゃあ今までの腕試しやるんだっていう、まあ、そういうもんだと思ってください。だからテーマって割と何でもいいと思うんですよね。まあ、私心理学やってましたけど、でもまあ禁煙とかやってたから、まあ、心理学っぽい心理学とか、まあ、そんな感じで、はい、テーマはわりかし何でもよくて、はい、でも腕試しをする、だから1年間でどういったことをね、できるかっていうのもあるし、就職活動の時に、まあ、卒業論文のこと聞かれる時もあると思うので、まあ、その時にこんなことやってます面白いねそれって言われるとシャッって感じですよね。なのでもうね、大学3年間、まあ、4年間のもう全部のスキルをうわーって思って、よっしゃーって、さあ試合だーみたいな、そういうような感じです。はい、こんなに根性入んなくてもいいかもしれないけど、はい、